こんばんは、島津です。ね、戦国無双4エンパイアーズやって続きやっていきましょう。支配地域の民から臨時に兵糧5000徴収する。なんか言われそうだな。マジか。かしこまってござる。ほらな、名声がやっぱ下がるよ。よし、石高が上がった。わしの博打に乗らぬか。ちょっと今はいいや。提案がござる。かしこまってござる。よし、婦人獲得したね。陣形を使うと一定時が味方軍が強化されます。もうそろそろ出陣してもよかろう。じゃあね、進行戦、兵力9000だから、大友1万、いや違う、1万じゃねえじゃん、1万7000。そうか、隣接してるところからも来れるんだった。いや無理だな、圧倒的すぎる。じゃあね、ここだな。じゃあ攻めましょうか。ここでね、ちょっと島津の棟梁さんがね、兵糧が多いんで投入していきましょう。じゃあ島津三人衆で兵糧1万か。ごめんなさいね、名前が読めなくて難しいんだもん。やっぱ15分なんだね、マックス。お、結構消費しちゃうな。違う、平田さん、平田さんの方がいいかな。いや、こっちで行こう。ギリギリ勝ったね。後からこれ多分援軍で来るんだよね。援軍って書いてあるから。鬼します。出るぞ。OK。制作人権の一覧から。あら、負けてる。負けちゃってるか。味方全軍の防御力が上昇する。時間延長、じゃあちょっとこれも使っていこう。で、武将配置、いや、あー、そうか、一番最初に選んだやつが 1P になるのか。まあ 1P って、古いな言い方が。そうだね、この人、あー、そうか、こっちかな。じゃあこれでいこう。ちょっとな、兵力が、これより敵地攻略に当たる。で、ちょっと変更したいんだけど、これ操作キャラ切り替え。 OK、 心してかかれ。はい、
あら。敵拠点を潰してまいる。よいしょ。おーしょしょしょ、まず拠点の確保から。ちょっと伸びたね、3分間だけ伸びたのか。早く潰れろ。まだか。なかなか拠点が潰れてくれない。早くここ獲得して次行かないと。 OK、 いただき。うまうまうま。 OKOK、 どうしのいだものか。ん、武将がいいな。よいしょよいしょお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 いしょ、おーし、あら防御された。敵は勢い盛ん、どうしのいだものか。あ、やべ、どこだ、どこが陥落しそう。拠点制したわ。陥落しちゃった。敵の勢いくじいてやらねばな。あ、ここが陥落したのか、俺のところが。お、やべえ、こ、あー、そうかそうか、これなんだっけ、なんかやばい、勢いづいてる。ちょっと待って、これ確かあれなんだよな、そうそう、拠点が孤立したらそこも相手の拠点になっちゃうんだよな。だからここが今奪われちゃったからってことなんだよね。でここちょっと守ってもらおう。ダメだ、あ、そうだ、ここ落とせないんだ。だから痛い痛い、やばい、強すぎ。我が敵はここか。うま、うま、うまさん、うまさん、どこだ。見ておらぬぞ。私はまだ戦える。行きます。うま、来ないけ。来た来た来た。どけ。また思い知れ。よしよし、ここを取るよりか、まずね、ここの拠点、この拠点はわしがいただいた。お、ナイス。敵は勢い盛んに、どうしのいだもの。おらおらおら、じゃあここ、ここまた奪うか。あ、いたいた。ここで引いては部門の恥。参る。先の借りを返しに参る。さて、そろそろ戦に戻ろう。なかなか奪えねえな。結構気が抜けないな。また思い知れ。相手の敵が出てきてくれないと拠点が落とせないよ。よし、奪った奪った。敵拠点、うん、乗ったり。あら、
拠点取られてる。自軍の急げ急げ。敵の勢い、くじくっそ。お手合わせ願おう。兵力はね、削ってるけど、拠点落とされるとやっぱ向こうの方が攻撃力とか防御力上がるから、こっちがちょっとフリーなんだよね。どこだ、そうか、ここでできたんだった。ね、どうしよう。うわ、ここ来て。よいしょ、おーいしょ。やばい、本陣に来られちゃった。ちょっと待って、本陣戻んねえと忙しい。聞かせていただこう。おお、引け引け。やばい、本陣落とされては終わりだ。鬼が現れれば、そこは地獄となる。上は上でね、ちょっと忙しいからね。ここは敗走？負けちゃった。敵拠点を潰して参る。参るか、身の程知らずね。ほら、拠点は守るぞ。いただき。潰れろ。おいしょ。よし、とりあえず守った。拠点守りました。次、あれあれ、あ、こっちから行けねえのか。あー、もうバカ野郎。兵力は少ないけどさ。よいしょ、行ってて。痛い、やばい、逃げろ。やばいな、多すぎだぞこれ。拠点よこせ。ちょっと待って、俺も忙しい。忙しいんだ。こいつさえ落とせば。あや、負けた。家久さん負けた。オッケー。やばいやばいやばい。意外と難しいな。早く。としえさんやられちゃった。ここでね、よこせ早く。うそ。つらいぞ。あ、ダメだ。待って、もう俺一人じゃねえ。違う、一応いるか。
やばい、拠点取られた。受けたまわろう。ここ頼む。いや、まあどうしようどうしよういや、ここだ。まず近場のルートを。やばいやばい、やられる俺が。おいしょー、よし。おいしょ、結構つらいぞ。おいしょおいしょ、おっしゃ取った、やっと取れた。よし、向こうの勢力はもうほとんどいない。諦めてはならぬ、勝機は必ず。先の借りを返しに参る。もうお前行くぞ、打ち取った。おら、よいしょ。あ、邪魔くさいわ。よし、耐えきれん、聞かせてもらう。もう向こうの兵力ほぼいないよ。よし、チャンスチャンス。どんどん拠点取っていこう。いやー、どうにかギリギリだった。さあ拠点をよこせ。おー、あら、潰す。いやー、ちょっとね、ここまで圧倒的じゃない状況だと楽しめるわ。意外と難しい、でも十分だね。はい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 、あいあいあいや、よこせよこせ、拠点をよこせよし、そうだそうだ。逃げて、どうしたお前ら、逃げるのか。おお、逃がさねえぞ。これからよ。OK、あそこ、よし、手伝いに行きましょう。敵拠点制したわ。よし、でかした。ここ、あー、ここ厄介だな。敵陣を潰しに参ろうか。味方に加勢するぞ。よこせよこせ、拠点をよこせ。向こうもほとんど兵力がいないからね。だよね。ちょっと待って、合戦状況見てみましょう。向こう、あ、向こうもう武将がいないね。こっちが、まあ、あれ復活してない？あ、復活してる。あ、これあれか、復活するのか、一回負けても。なるほどね、戦力があれば復活するんだ。まあおそらくですけど、違うのかな。うん、ちょっとね、そこのシステム面よく分かってないんだよね。多分ね、あれだ、戦力ゲージがあればその分消費して復活するんだ、ということにしときましょうか。ゲイ、
向こうはもう戦力ゲージがないから部長は復活しないね。ってことはあとは一般兵のみ。オラオラ拠点よこせ。はい、もう少しもう少し、はい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 、オッケー。あれ奪った、まただ。よーし、いただき。拠点、鬼が平らげた。拠点ダッシュ成功。さああとはもうこのまま敵陣に赴くとしよう。上洛しましょう。あ、間違えちゃった。鬼が現れればそこは地獄となる。これあれだね。一応あれ俺この2人違うか、メインん、メインで操作できるのは4人。ちょっと待って、はいはいはい、そうか4人か。メインで操作できるのは4人で、この人はあれだったよね確か、援軍か、だからこの人は操作できねえんだ。はあ、ははあ、自動なんだね。メインで出陣した人だけが、指示が出せるのか。なるほどなるほど。援軍の人はオートで勝手に攻めるみたいですね。まあ多分全体命令出せば動くんだ、あのそれに沿って動くんだと思うんですけど、あの詳細な指示は出せないみたいですね援軍兵に関しては。ほら、5分切った。でもギリギリだったな。あ、いっちゃった。オッケー。よしよし。はい、いただき。おりゃー、消し飛べ。首相首はここだ。言うあるものはかかってまいれ。出てきました。このまま勝ちの波に乗るぞ。突っ込め突っ込め。いや間違えた。違う。全軍突撃。全軍突撃戦か。おらおらおら。やっぱね。走れ走れ走れ。めっちゃメーター高いな。やっぱね、馬で踏んでてもね、拉致が開かないね。おら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 、ダメだ、これじゃ拉致が開かない。よいしょよいしょ。やっぱね、馬から降りてやんないと。よいしょ、残り3分。この制限時間を乗り切ればあれなんだよな、防衛側の勝利なんだよな。よいしょよいしょ、よしく、今こそ闘志を呼び覚せ。ちょっ、敵陣に赴くとしよう。もう少し、よいしょ、
士気が下がってきてるね。あら、あ、ほらやっぱだ。今一人ほら年家じゃない、もう名前が出てこないね。うちの投手がねやられちゃったから一気に今ゲージが減ったね。そうそうそう、よいしょ。ね、武将がいなくなったらメーターが減るんだね、やっぱり倒されて。おっと、すげえな、やばいやばい、倒せないぞ、早くしないと。急げ急げ、集中狙い。あー、やばいやばいやばい、嘘、あ、嘘、やばいやばいやばい、いただき、潰れてくれ、お願い。まだだ、おっしゃ、かった、ギリギリやった。勝った勝った、勝ったけど兵力相当減った。あー、兵力ほとんどいないじゃん。わしには勝利が約束されておるのや。いや、結構減ったよこれで。兵力ゼロ。かしこ、あ、やっぱねメインのあの大名は仲間になんねえんだ。あらら、けやばいな、兵力が少なすぎる。何が起きた、三好家が織田家に勝利、武田が今川に勝利し防衛に成功、伊達が南部家に勝利しました。伊達家、お、伊達が猛攻してるな。どこだ、あれ下がっちゃった、能力どうしたんだ。あー、なんかやる気が下がったみたいね。はい、じゃあね、あれなんだっけ、キラだっけ。ごめんなさい、ほんと名前出てこなくてね。どうにか北上ね成功をまたしました。次は大友との戦いですけど、ちょっとね、今軍事力がね、低すぎるんで、兵力整えてから、攻め込みたいと思います。じゃあ、本日はこれにて、一段落とさせていただきます。ご視聴のほどありがとうございました。次回もご視聴のほどよろしくお願いします。それでは失礼させていただきます。島津でした。